はい、今回の動画は iPhone のサファリで複数開いているタブを一発で全て閉じる方法をご紹介します。で、iPhone のサファリでインターネットを閲覧していて、タブがたくさん溜まってしまったといった時に、この複数溜まったタブを一発で閉じる方法があります。で、そのやり方としては2つあって、まず1つ目なんですけども、複数開いているタブのうちのどれか1つのページをこの開いているっていうこの今の状態ですね。この状態の場合は、画面の右下のタブのマークのところですね、四角のマークが2つ重なっているようなマークのところ、こちらを長押ししてください。はい、そうすると今こちらのね、サファリでは5個のタブを開いているので、5個のタブをすべて閉じるっていうところがありますんで、こちらをタップをすると、一発ですべてのタブを閉じることができます。はい、では次に2つ目のやり方なんですけども、右下のタブのアイコンをタップして、新しいタブを開くこの画面ですね。この画面にいるときにすべてのタブを一発で閉じたいということであれば、画面の右下の完了というところを先ほどと一緒で長押しをしてください。そうすると5個のタブをすべて閉じるっていうのが出てきますんで、こちらをタップをして、もう一度すべてを閉じるというところをタップをすると、すべてのタブを一発で閉じることができます。はい、といったことで今回ご紹介した複数開いているタブを一発で閉じる方法ですけども、ちょっとしたことではあるとは思うんですけども、サファリでインターネットを閲覧しているとこのタブがね、どんどん溜まっていってしまうということはよくあると思いますんで、そんな時に使ってもらえると便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。